皆さんこんにちは。改めましてリメージです。今回はタイ・バンコクで買い物をしていきたいなと思います。今日はプラティナム結構空いてる。もっと普段は人が多いです。中国人の方がめっちゃ多い。毎回ここさ、パチモンなんだけどさ、もろパチモンっぽいんだよね。4階はメンズとウーマン。ニルバーナいいんじゃない？てかでもニルバーナのそのデザインは初めて見た。顔のね、顔のやつは有名だけど、めっちゃシンプルだね。あ、でもニルバーナがいいかな。だってアメリカの有名ロックバンドだよ。200バーツあり。200バーツ、これ以上下げれないよ。かわいい。オッケー、じゃあこれにするわ。しかもさ、こういうの一回持ってたことなくない？そう、こういうの欲しかったのよ。しかもパジャマのデイジー透けない？いやでもワンピースがいいのよ。またこういうのを買おうとしてる。でもこれかわいいね。色落ちしちゃったから。本当最悪だよな。いやあれマジで最悪。でも真っ白も可愛くない？あ、持ってるわ。うん、これめっちゃ似てんの持ってる。いつもさ、メンズの紹介ができないからめっちゃ嬉しい。でもさ、大体バンコクさ、パンツはこの値段じゃない？バンコク買って1000円これ。うん、あ、それ1200円。1200円。ここめっちゃ混んでるね。3階のフロアに新しいお店ができてて、ここメイク品がめっちゃ置いてある。あの韓国の本殿のブラシ屋さんみたいな感じで、大体1000円ぐらいで売ってます。すごくない？この量400円とか。こういう細かいブラシは300円ぐらいで売ってます。ここのお店です。全部20バーツ、全部80円。このサングラスさんさ、すごっ。見て、どういう系が欲しいか。目と立ってないから全然いいよ。じゃあフレームが甘いのよ。弱いじゃん、このアームのところが。弱くなってっちゃうんだよね。そう、ネジあるから。ネジでこれどう？目ちょっと見えるよ。でこれめっちゃフレームしっかりしてんのよ。マジか。なんかここめっちゃ盛り上がってんだけど、なんで？安いんだ、800円なんだ。超安いじゃん。黄色珍しいね。黄色い服とか着たことないじゃん。黄色モフモフ可愛いかも。これ、え、これ600円よ。水色も可愛いね。上の暑いよね、さすがに。これからずっと暑い国でしょ。いや、わかんないよ。今日お揃いの洋服買うって言ってたのにね。ベトナムより安いけど、でベトナムより少ない量が。確かに、もっとやばかったよね。もっとやばかった。葉っぱとか。そう、ベトナムのご飯はこんな感じ。すごくない？この量。これ食べ方があるんだけど、教えてください。こうやって切るのよ。一緒にサラダと食べるの？そう、サラダに巻くの。いただきます。食べていいの？最初食べて食べて。このソースが好き。めっちゃうまい。やばい、全然食べれないじゃん。これさ、本場のやつマジで美味しいのよ。めっちゃうまいわ。美味しい。めっちゃ美味しいじゃんこれ。めっちゃ美味しいこれ。はい、結構買い物したよね。いや、俺は本当に久々の買い物だった。久々に結構買い物をして、 T シャツとか可愛かったよね、あれ。チャットチャックに来ているので、その様子を皆さんにお届けしていきたいなと思います。とりあえずね、ご飯を食べようかなと思って反対側の方に行ってご飯をね、食べていきたいなと思います。めちゃめちゃ混んでる。やっぱ日曜日の方が人がいるような感じがする。ここはケバブを食べます。あっちマジで朝から今日はコンビニのなんか変なやつ食べたよね。美味しそうなんですけど、これが360円。ぐんなに美味しくない？マヨネーズとかかけてる。でも、ね、お肉がマジで少ない。チリスイートっぽいね。チリスイートだね。私が結構よく行くお店はここです。韓国の通販のお洋服っぽいのが売っている。結構ここら辺のはなんか生地感もそんなにこう 安地区はないので。メンズの洋服マジでいっぱいあるわ。なんかね、もっと昔は布とか売ってたんだよ。布？布。ここはまず布とか古着がめちゃめちゃ売ってたんだけど、なんかもうそういうのじゃなくて、こういう感じの近代的なものが売るようになってきた。飾るやつ、お守りみたいなやつでしょ、これ。そうそうそう、インドネシアで買った思い出がある、これ。あ、この音いいね、本当。これ超大きいじゃん。かわいい。でこれかわいくない？あ、色かわいいね。え、これかわいいじゃん、この色。かわいい？うん、タイでしかだね、これは。タイ限定？うん、ちょっとやだわ、外に違うとこでつけるの。
あ、これです。このあやちゃんじゃん。やべやべやべ。これ。え、そっちの方がいいっしょ。これ高いじゃん、だって。どう？ねえ。でもやっぱ掛け声って全然違う。本当だ。あ、ジュースのアイスだ。家で作れるんだよね。でこれさ、待って、インドであったよね。あれは美味しかったんだ。インドティーで。ここです。いつも買うの。バナナは。パイナップルじゃん。パイナップル。パイナップル行く？超汚い。知らなかった。うわー、あれで洗うんだ。いつも飲んでるから。いつものとこだからね。水汚いのも知ってたでしょ。いつもなんだから、ホームで。ねえ、水汚いのは知らなかった。この値段は安いわ。あ、水汚いけど。でもなんかあのバケツの水初めて。あ、わかる。わかる。なんか飲みながらそれ浮かんじゃう、どうしても。美味しいけど、ちょっと気になる。やっぱり。あ、ここのケバブ、美味しくないの。めっちゃ失礼だけど、申し訳ないけど、本当にここのケバブは買わない方がいい。本当に申し訳ないけど。こういうこと言うとまたさ、営業妨害よ。じゃあこういうこと言うとまた、アンティ、日本人がコメントでいちいち言ってくんのよ。で、タイ人はやめよ。増えるよ。嫌われに行くのやめよ。本当はいいやつじゃん。違う。あ、待って待って、ここもあるよ。待って、でもこれ水ちゃんとしてんじゃない？ここ絶対水ちゃんとしてんじゃん。あの水は引きずるよ。え、パッタイもあるよ。でもパッタイ80バーツ。パッタイ食べたい。これはやばいわ。いくら？1200円。嘘でしょ。なんでこんな高いの、これだけ。ここの帽子屋さんもおすすめで、2番出口に近いのかな。ここは韓国で売ってるような帽子。何この帽子、かわいい。バケハかわいくない？かわいいね。可愛くないこれ。800円だよ、800円。普通に似合わない、結構。うわ、ポクポンだ。ポクポンのスターウォーズバージョン。ポクポンって知らないの？これ願いが叶うやつで、これについてはね、言えないほどのいろいろ思い出があるんだよ、高校生の時の。でもこれ可愛くない？ちょっと怖いね。でもポクポン、ポクポンはやめよう。いろいろやばいよ。覚悟を持って持たないといけないんだ。いや、ポップも結構やばいよ。そんなに混んでないし、涼しくなってきた。めっちゃいい匂いするよ。これめっちゃいい匂いするんだけど。160円安いよね、でも。多分、古着なんでしょ、ここ。古着屋。古着の匂いめっちゃするもん。古着ってめっちゃ高いのやつ高いんだよね。なんでだろうね。はい、ありがとう。ここね、前ワンピースすごい可愛いの売ってたんだよ、この色とか。でもさ、これタイルしか着れないよね、この色とかって。肉団子のお店。てかさ、タイってこのさ、ジェントルーマンがマジで人気なんだよね。みんな持ってる、このジェントルーマン。安いね。だってこれさ、韓国だったら1000円するよ。パジャマ屋さんがあった。で、待って、あったんだけど、ワンピース見て。ワンピース1000円。ワンピースなんだ。え、かわいい。かわいいね、それ。めっちゃパジャマかわいいのいっぱいあるんだけど。結局ね、ご飯ちょっと食べなかったんですけれども、ここに来ればタイパンツからご飯からタイのお土産、何でも本当に揃うし、時間がない方はここに来ていただくのがおすすめかなと思います。これからもね、タイの情報をいろいろ発信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。